どうもガロです、お願いします。ということで今日も将棋ウォーズ10秒将棋やっていきましょう。はい、今日はですね、後付けじゃないです、後付けじゃない、これなんて言えばいいんだろうね、実況動画です。でも全部実況動画って言われるんで、なんて言えばいいかわかんないんですけど、後付けじゃないやつです。はい、喋りながら指すやつです。お願いします。対局開始。お願いします。はい、ということで相手の方が四段の方ですね。得意戦法は多分四間飛車って書いてあったような気がするので、今日何やっていくかなんですけど、最近ね右玉ばっかやってるんで、L もやりますか、たまには。ただ三間飛車にされたら L も、おー中飛車かいな、中飛車だと L もできないよね、できないよね、できるか、できるか、もしかしてできるか、やってみようか。いや相手の角道閉じてるんで、これさワンチャンできるんじゃない、これ。ずっとなまってるの俺。はい、これで試験飛車に右試験にして、あこれあれかな、もう一回こすっか、これ4八飛車の時に4五歩ないよな、これ5五歩相手つけないでしょ、右試験飛車。ただこれさ4五歩ついたところで同歩同銀、まあいいか、とりあえず1回L もかっこいい、あ L も出るんだ、いいっすね、これで L も完成と。で相手が、6四銀って上がった瞬間に4五歩いきますか、桂跳ねができますね、5五歩が見えてるんで5五歩されちゃうと困るから、6四銀って上がった瞬間にいきます。でただこの瞬間来ないね、1回引くか、ちょっと手待ち、手待ちやなきゃ、なんか出待ちさんって言ったな、まあいいや、はいはい。ただそうそう、これね、まあ同銀なんですけど、取ると同桂でしょ、取ってもいいのか、いや捌くか、いや捌いてしまえ、で同桂で4五桂で全部捌いちゃえ、でそうすれば2七角とかも、ね、下逃げた、下逃げて、3六角成の時に桂取りにならない、3七の、これで4四歩って言ったら同銀があるんで、これ捌けたんじゃない、これいい感じじゃないですか。どう、おっとこれは5五角を打ちたいよっていうことですよね、まあ、どっち、まあ打たれても7九に金がいるんでそんな怖くないです、これ回ると3四取ると3三金は4二角、いや回りってみたいが、回ってみたいが、ひよったひよった、まあ、ひよりましたけど、まあそれはいいや、まあまあ9九角成に関しては8八金って埋めれば大丈夫ですね。埋めておいて3 4 5、どうしようかな、なんかね4三角でも勝てそうな気がするんですけど、さあどうやって寄せる、強打ち2 3 4、強打ち6 7、あ分かんない、9、あ何これ何これ、強打ち、あこれひ、まあ9八生まれですよね、その時にどうするかなんだけど、3あどうしよう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 、5あ全然分かんないよ、7、まあ、とりあえず打つと、まあ、ゆっくりですけど3三歩打って2二角打ちたいよっていうだけの手なんですが、1 2 3 4、銀上がりとりあえず受かるは受かるけど、あなんかなんか俺間違えた、なんか間違えたかな、ちょっとなんか飛車先重いですねこっちの、1 2 3、でもそれは歩打ちでとりあえず馬が詰むぞ、まあ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 とりあえずまあいいかまあいいか、なんか変だけどこれさどうなると思うんですけど、同玉か同金かどっちがいいんだろう、同金って壁になるじゃないですか、でも同玉だと5 6、どっちだろうな、8、どういうんですよ、だから5五歩からね5筋攻められるのも気になるんで、1 2 3 4 5 6、まあ取るか、なんかすごいゆっくりですね俺の攻め、で金上がって、あ違うこれ6七銀成から5八銀狙ってる、わちょっとダメだわこれ、ずっとセンスがない、1 2、まあでも取るです、でこれ銀打ちで飛車浮きかな、3飛車浮いて歩打つか、5飛車浮いて銀成に6八歩って打っときますか、1で打つとこれ5七に行くしかないんでしょ、だったらいいかなと、ただずっとセンスがないですね参ったな、どうしようかな、
3、まあ、これはとりあえずこっち回っといて、で、あ、引くのか。2、3、4、5、どうしよう。6、まあ、とりあえずもう一回追っとく。やめた。9、ふなろ、ふなろ。いや、7、8、9かなと思ったけど。1、2、3、4、5。いや、わからないな。取って4、4銀だったらもう一回引いとけば何銀取りになるんで、3、3の地点はどっちみち受かんないんじゃないかなと。多分2、4銀って打つのか。でも2、4銀さすがに重たいよね。1、2、3、これは一回取りましょう。で、多分詰めてくると思うんですよ。で、これも一回こうやって歩ついて受けとく。3、4。で、これぶち込んできて寄るみたいなことはないですよね。で、次とりあえず次に4、1とから歩成りが入れば。2、うわ、マジか。3、これは逃げておいて、5、これは重たくしておいた方がいいですよね。逃げておいて、1、2、3、これは1個引くと、5、6、7、銀取り。4、1とさえ入れば勝ちになる。なんでこの将棋になったんだろう。なるほど。多分この時に一発ふーってくるんでしょうね、3号に。で、こっちが寄せれるかどうか問題になるんでしょ。さすがにこれはね、飛車取られてもこっちが詰めろになってないと思うんで、多分取って勝ちですね。で、飛車を、すげえこれ、ここまで初めてだよ、これ。これ、こう、かぶってるの、これ。かぶってんの。初めてこんな駒取った。多分向こう詰むと思うんですけど、ちゃんと詰まさないとね。まあ金打ってきたら大丈夫。見事じゃ。しかし将棋ウォーズは始まったばかりじゃ。ありがとうございます。まあ、ということで簡単に数でしていきましょう。ごめんなさい。はい。で、反転して、今回の将棋なんですけど、エルモミギ試験をやったっていう将棋ですね。で、相手が中飛車だったんで、まあ、とりあえずやってみたけど、よく分かんなかったです。はい。でも、これはね、仕掛け自体は別に悪くないとは思うんですよ。で、ここも悪くないと思ってます。この辺りはうまくさばけたんじゃないかなと。ここまでですね、ここですよ。この時に、いや、6、6、K って打ってみようかなと思ったんだけど、7、7、金って上がれたらどうしようっていう。あ、馬足らだ。ただね、66桂打っても、78取ると飛車取られちゃうんで微妙ですね。これどうすんのこれ。67歩、聞こう。任せろ。あー、67歩か。あ、ちょっと悪いじゃんこれ。え、マジで。互角です。あ、これちょっと悪いんですね。ほんと。え、俺の対局観、対局観。ちょっと待って、ここじゃあ聞こう。願いを叶えてやる。ちょっといいじゃない。銀、どういうことだよ。これは互角です。あ、角打つんだ。あ、そっか、エルモだから。ごめんなさい、ごめんなさい、あのいつもの人形の癖で、あの飛車取られたら終わるって思ってるんです。飛車中になってた。あ、そっかそっかそっか、そうですね、そうですね。でも飛車引く。いや、それしない。いや、これしないよ。こんな角連打しないよ。これどうすんだよ。これどうすんだよこれ。まあ相手の玉形が薄いからこれでもいいよっていうのは分かるは分かるんですけど、これしない。うん。いや、人間はこっち。人間はこっち。はい、ここですよね。まあ、歩打ったけど引かれて、この時に手が見えなかったんですよ。まあ6、7角ってもぶち込んでやろうかと思ったんですけど。確かに2、6系って打たれてみるとちょっと嫌ですね。角ぶち込んでさ、どうかな、角よかったかな、打った方が。6、7角同香同歩成の方が明快ですか。相手の王様薄いんで竜作っちゃえば勝ちでしょっていう風な将棋にした方が良かったかもしれないですね。うん、そっか。7、5歩はさすがに遅いね。さすがにね。まあ、本譜はね、一応ね、初志貫徹ってことで、まあ、7、5歩を立てて差し切りましたけどね。7、6、7、7歩成ってやりきったけど、これもね、まあでもこの辺、まあ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 って感じですね。いや、まあここまでやるんだったら6号銀とか打ってくるのかなって思ったんだけど、そこまでしなかったですね。そう、これすごいよね、この判断すごいね。1号歩から1、4歩でいけるっていう判断もすごい。
だここで6六銀ってやると 7四飛車でやっぱ成銀と金取りが両方浮かんないんで、それも指しづらいということで、まあ、8六銀とか打つのかなとか思ってたんですけど、さすがにそれはそこまでしなかったですね。でさ、それよりもこの局面はどっちがいいの？任せろ。あーちょっと悪いんだ。銀、これは互角です。なるほどね。1、2分、はいはいはい、まあまあまあ、分からなくはないけど1、2分。いや、それは分かんないわ。それはごめんなさい、これは分かんない。これはなるほど。え、これは何、穴熊に組んで7七銀とか打って暴力しようってことですか？これはすごいね。2二銀から7七角とか打って暴力して勝とうっていう作戦ですかね、もしかしたら。王様を遠くして、なるほどね、うん、いやすごいねソフトがね、うん、はい、まあ、ってな感じですかね、まあ、ということで意外と難しいよっていうことが分かった将棋でした。はい、まあ、一応この辺りからはね、もうこれはさすがに同歩同歩成同桂はまあ1四歩打たれて1二歩で1三歩成同歩に3四桂とか打たれてやばいんで、さすがにできないですね。で王様逃げて、この辺りからはもう相手の攻めよりこっちの方が早いよっていうターンですね。でこの下打ちで、4八金って上がるのは4九銀から2八角で大体詰みです。大体詰みなんで、まあ、4八金って打つと思うんですよ。で4八金って打つんだったら6六飛車成ってひっくり返っておけば大丈夫ですね。それか5八取って引くかしておけばこっちの攻めが怖いとこないんで大丈夫っていう感じです。はい、で以下は勝ちですね。てなところで今日はこんなところで終わりにしていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。